こんにちは、マリサです。こんにちは、霊夢です。簡単中国史です。マリサさん、今日は誰ですか？今日は五胡十六国時代、大国の第六、八大王の、卓抜忽那です。はい、どんな王様ですか？卓抜乙の三男で、アニカルの死後、王を引き継ぐんだ。はい、お兄さんは、短命でしたよね。即位するとすぐに、校長の石子が、五千騎を従えて、攻め込んでくるんだ。石子か？嫌ですね。忽那は迎撃するものの、勝てないと悟り、大寧という場所に、逃げている。石子相手ですからね。外部だけでなく、内部にも不安を抱え、部族内に、第四代王宇津律の、長子である、卓抜乙海を、擁立しようという、動きが起こる。わぁ、怖いですね。怒った忽那は、右軍部と兵を合わせて、討伐に向かうんだ。はい、無事討伐できましたか？しかしその戦いで、忽那は敗れてしまい、忽那は一族を離れ、右軍部へ亡命して、しまうんだ。ダメじゃないですか。戦争弱いですね。その結果、大国の諸部族は、卓抜乙海を、王に立てるんだ。これで話は、終了ですか？いや、実は続きがあって、王になった乙海は、尊大な態度を、取るようになり、諸部が離反して、しまうんだ。おお。忽那はこれを好機と見て、再び攻め込むと、今度は諸部族に、迎え入れられ、忽那は再び、大王の座についたんだ。帰りが来ましたね。しかしこの話にも、まだ続きがあって。はい。逃げた乙海は、関市の校長に、逃げ込んでいて、2年後に、校長の力を借りて、大国への侵攻を行うんだ。わぁ、関市は怖いですね。その結果、一族の中からも、離反して乙海の陣営に、ついてしまう者が現れ、乙海が再び大王に、擁立されてしまう。強い者に、付き従うのですね。しかし大国は、安定しないですね。そして忽那は、大国から逃げ出し、消息不明となってしまう。悲しい最後でしたね。今日の話は、これでおしまいです。それではまた。またまた。